来たー来たー、ナイス。誰相方、誰おーよかった絶対勝とう、絶対勝とう、絶対勝とう、もう絶対勝とう、ね、もう見返そう見返そう。じゃあどうする、あの語るとかどうする、これ別残らなくてもいいよ最後まで別に。いやこれ多分山さんがでも語った方が強いかもしれないですよ。じゃあ俺語ろうか、なんか仕置きされやすくなりそうで、強靭が出るかどうか、でも一戦にで出そうっていうか、出ますか、うん、出ますか。じゃあ 俺が語るでいいのね。そうですね。でもう せーのだったら出て、はい、せーのじゃなかったらどうする、とりあえずせーのじゃなくても別に、初日せーのじゃなかったら遅気味に出てほしいですね。3人目とか出ると締め取れたら、あ、オッケーオッケー。でもう別に初日俺が恋したっていいぐらいだと思いますよ。あ、じゃあ白出ししてもいいんだ。全然それでもいい。初日占いありだっけ、初日占いありです。あ、オッケーオッケー。じゃあ、うん、あ、オッケー。で、3人目の場合どうする ?3 人目の場合。2人、1、2で出て、はい、その後3で出るのはありなの。あ、全然ありだと思いますよ。その方が新目取りやすくなるし。じゃあ、それでいきます。はい。でも、多分一世のでやろうとか言ってくると思うんだよな、コンコンらへんが。SE さんとコンコン遅れて出る、ね。できれば、ね。じゃあ、オッケー。それで。はい。奥さん、オッケーです。一個バランスボール乗ってる、はい、あ、うん。今、勝手にこうやってつる。あ、そうなのすごく可愛かったよ。早くして。そう。よっしゃ、戻せ。うちらを戻せ。うちらを戻してくれ。じっとしてられないだけ。はい、行くよ。もう一個次やろうね、プレイ。あ、いや、じゃあ、花さんにお願いします。うん、やろうやろう。はい。わかる。はい、皆さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、では、議論時間7分ですね。はい。はい、スタート。お願いします。うん。お願いします。逆なんだよ。お願いします。お願いします。そうだね、逆だね。 OK、 7分ね。はい、どうしましょう。9人だから、俺はもうなんか情報知りたい派ですね、うん、まあ出た方がいい、ね、うん、人狼に狂人1ですよね。そうです、うん、人狼に狂人1、はい、占い1、霊媒1、騎士1です。で、あと残りが村ですかね、はい、そうです、そうです。で、今9人、今9人ですね。9人、はい、9人、9人、9、じゃあ数字は、はい、OK、 そう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 、はい、出ちゃいます。とりあえず占い師、はい、うん、出てほしいですね、はい、占い師。で、もう出方は任せます僕は。せーのでもいいし。はい、せーので占い先の人を言う。うん、あ、そうしましょうか。あれですよ、ランダムシロですね。はい。じゃあいいと思います。ランダムシロなんで、それで僕もいいと思います。はい。はい、だからせーので名前を言う。はい。はい、じゃあいいですか？はい、いきますよ。せーの。山。しんいちさん。おっ、いいね。いよいよ、いよいよ来た。エスイさんが山さん、シロ。はい。で、コンコンさんがしんいちさん。しんいちさん。あ、なるほど、なるほど。昨日からコンコンさんとぶつかるな。確かに。エスイさん、信じて。もう今日、山さん、ついに来た。ついに山さんを勝たせる時が来た。じゃあ、コンコンさん、人狼っていう、強靭か人狼ってことで大丈夫ですよね、もうこれは。なんでやねん。いや、なんか弁明をじゃあ、5分間。あ、じゃあ、S 字さん目線は俺のことは強靭で見てるってことですね、完全に。いや、完全にじゃないですよ、もちろん。じゃないと、だって山さん、白はないですよ。なんで完全に白はないです。だって狂人ありえるから。まあ、もちろん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 。はい。いや、人狼ではないってことでしょ。人狼ではない。うん。いや、だから狂人も白って出るから。コンコンさんが、はい、コンコンさんが狼で、山さんが狂人の可能性はもちろんあるけど。まあ、そうですね。そうだよね。ただ、うん、ただ、基本的には初日白出しで、僕は山さんをこう全面的にバックアップできる立場になって嬉しいなって話は。はいはいはい。なるほど。いや、心強いね。いいね。まあでもちょっと真面目に言うとフラットに見ていきます僕は。まあまあまあそれはしょうがないじゃん。うん、 SE さんが死んだったらいいなっていう感じで、であとは、はい、あ、いいわ、 SE さん喋って、あ、とりあえず今日の釣り位置はコンコンさん、 SE さん、ヤマさん、シンジさんの4人は外しますよね多分ね、うんうん、他のグレーから言っていいですよね、まあまあ、じゃあ、うん、その中でちょっと僕は話がしてほしいなと思います。例えば浅井さんとか今どう思ってるか、印象でもいいし、てかあと今この状況でいるんだった、この状況で隠し色いないんであれば、うん、霊能どうするかじゃないですか。あ、そうだ、2人出てるから霊能出ていいかもしれない、騎士が守ってくれるから、
いや、僕は正直に今の中にいればいいんじゃないですか。俺、カンナちゃん、アツシさん、DD さん、花ちゃんの中に霊媒師がいるんであれば、出るみたいな。そしたらもう4人からいける。うれしい。まあ、決戦になった時に言ってもらえればいいんじゃないですか。4人からいける？決戦じゃなくて、何もしなければ、俺とカンナちゃんと、アツシさんと DD さんと花ちゃんの5人から多分行きますよね。今日の、まあ、釣るとしたら、当然その予言者の S 字さんとコンコンさんは今日は行かないし、一応その S 字さんとコンコンさんが、まあ、白出ししてるとこは行かない方がいい。そうだ、あ、とか、花さんがごめんなさい、僕今、背景が違うから、おまんじゅう。花さん、DD さん、淳さん、神田さん、浅井さんの5人の中で。5人から、で、しかもこの5人の中に霊媒師がいるんであれば、出ちゃえば、もう4人から行ってもいいのかなっていう。うん、それはでもすごいそう思います。そうですね。でも出ないと山さんか新さんが霊媒師でバレちゃうけどねっていう。うん、そうだね。逆にそうだね。正直でもこの状況って、あの多分少なくとも、霊能は今日は守られるわけじゃないですか。うん、じゃあもう何があってもとりあえず出ちゃいますか、霊媒師。いや、霊能が2人出るパターンもあるんで、SG さん。あ、でもその場合って霊能をローラーすればいいでしょ、人材一人だから。そうですね。霊能とりあえずこの5人の中で霊能いたら出た方がいいです。うん、の方が、まあ、いや、まあ、それ狭まるからね。性能だし、霊能が一人だけの、一人だけになるパターンがあるんで。性能出しましょう、性能出し。性能で出ましょうか、霊媒師。せーの、はい。お、DD さんだっけ？あ、じゃあ、山さん霊能？だから山さん伏せた方が良かったじゃん、今。いや、マジ受けるわ。ヤマさん、どういうことかちょっと教えて。撤退しない？撤退しない？いや、あの、一個言っていいですか？まあ、これ僕目線で客観的に言いますけど、はい、僕、対抗ヤマさんが霊媒出てきたじゃないですか。はい、なので、僕は、自分しか信がないですよ。SG が、偽か、もしくは、ヤマさんが狂人です。僕もそう思いました。はい。なので、まあそうなるよね、その目線だと、ね。そうそう、その目線だとそうなる。もう山さん、なんで、いやもうだってそんなもう DD に僕って言う、僕は DD から言ってくれとしか言えないですよ。うん。うん。そういうことか。いや、まあ、ローラーするんだったら山さんから言って、色を見て。まあそうだね。うん、そうそう。まあ、まあ、多分、色を見てもちょっと言うけど、色見ても。いや、待って、でも色、そう、色は見れないですよ、だから。しょうがなくはない。だからその、いや、ローラーでいいよもう。だからローラーなんだけど、ローラーの順番が重要で、俺は心霊媒だから強く訴えたいのは、ヤマさんが、俺の今の対抗の霊媒の意見だから、その客観的に聞けるか分かんないけど、俺多分自分で言うのもなんだけど、ヤマさん白だと思うんだよね。狂人ってこと。狂人ですか。うん、そう、僕もそう思う。だから、うん、じゃあ占いローラー行く？占いローラー？霊媒ローラーでしょ。これは絶対霊媒ローラーでしょ。山さん目線は DD さんどういう風に映ってますか？狂人。いや、人狼で霊って出る。まあ出にくいとは思うよね。だいたい霊媒ローラーっていう話になるから。そうか。あのごめんね。ちょ一個だけ言わしてもらっていいですか？僕、人狼で霊媒対抗出るほど愚かじゃないですよ。申し訳ないですけど、それはないですね。だから。まあでも、いずれにしても、まあいや、もう時間終わっちゃった。いやー、すげえな。22番目の順番が。あ、そうか、順番どうなるんですか？投票の順番。あの後で帰ってきます。とりあえず言うと、はい、コンコン、浅井、神田、新一、花、SG、山、淳、DD でお願いします。じゃあまずコンコンさんですね。俺からですね。じゃあ、自分は 100% 本物なんで、まあ、霊媒からいきます。で、山さんに投票します。で、そうだな。まあ、このあと、このあと、今、市民側に説明します。このあとに、3人、何
3人、人狼側の意見が出ます。なんで惑わされないでください。お願いしますよ。 今市民側の人お願いします。このあと3人、人狼側の意見が出るんで惑わされないでください。で、S 字さんが山さんに対して白で、山さんが霊媒で出たっていうのはDD さん対抗で、霊媒だから DD さんは、山さんと対抗なわけだから、 DD さんは山さんと S 字さんに対してどっちも、人狼側なんですよ。絶対にそこのラインが絶対つながってるんですよ。で逆に、まあ自分は本物だけど S 字さんがもし死んじゃった場合は、自分と、どこもつながってないんですよ。自分と DD さんは別につながってないし、そうだからそこの結構ライン精査をしてほしいかな。でとりあえず山さんから絶対言ってほしい。以上です。あっ浅井さん、はい、コンコンさんと S 字さんがめちゃめちゃ村っぽいことを言ってるけど、どっちか偽物だからっていうのは頭に、そう、そのコンコンさんの惑わされるのはその通りだけど、そのコンコンさんが人狼かもしれないから、その村めっちゃ村の意見言ってる、どっちか偽物ですよってだけみんなに言うのと、俺はでは、まあ、もうローラーはした方がいいと思うから、うん、リリーさんの方が真だと思ってるけど、まあとりあえず山さんからっつってローラーで、どっちかっていうと占いは山さんが裏切り者だけど予言の真は S 字さんじゃないかなと思って、コンコンさんが一回ちょっと予言ローラーの話出たのがなんかちょっと、どっちかっていうと俺は S 字さんとゴンゴさんとコンコンさんの方がちょこっと発言に違和感があって、でも助けられない山さんを今切ったのかなって思ったかなっていう、山さんに入れます。カンナ、はい、投票は私もすいません、ヤマさんに入れます。で、LINE も考えてはいたんですけど、そんなに、エスリさんシーンも全然あり得るし、っていうとこなんですよね。すいませんね、いつも考察が伸びなくて。とりあえずちょっとすいませんが、山さんの方が強人っぽく見えたので山さんに入れます。はい、しんいちさん、はい、僕も山さんに入れます。で、まあ霊媒ローラーってことなんで、まあ、DD さんと山さんで見たときだと僕は山さんの方がちょっと怪しく見えちゃった。まあ S さんか白出てるんですけど、ちょっとその方がちょっと人外なのかなって思って、まあ明日 DD さんになるかと思うんですけど、とりあえず今日山さんに入れます。はい、以上です。花さん、はい、私も心の中であれって思ったのは山さんなんですけど、最初コンコンさん、しんいちさん、 S 字さん、山さんは外してその他のメンバーで行こうっていう話をしてたじゃないですか。で霊媒出てきてっていうので、山さん仮に霊媒だったとしてもそうじゃなかったとしても黙ってればここは生き延びられたのに、出たのがなんでなのかなっていう疑問が残ったのが一番なんですけど、あと個人的には新一さんの意見がちょっと聞きたかったなと思って、2人の占い師にこうしろって言われて、山さんはある程度喋って、でも新一さん何もあんまり言わなかったので、何かちょっと新一さんの話は聞きたかったなと思いました。これ私が山さんに入れたらもう決まりですよね。あと4人しかいないですもんね。決まりかな。決まりですよね。これ決めていいのかな。なんかでもなんかどっちにしろ多分山さんになる気がするから DD さんにする。S 字さん。はい。もう僕は
絶対霊能ローラーだと思ってるので、正直、DD で、DD が黒か白、強靭としか見えなくて、まあ、いや、DD が、DD が黒なのか、もしくは、山さんが強靭で、コンコンさんが黒っていう、もう盤面それしか見えないんですよね。なので、霊能ローラーをした、は絶対なので、さっきコンコンさんが占いローラーを一番最初言ったのは、僕はちょっと正直、提案としては本当に意味が分からなくて。で、なので、明日も、さっき DD が、僕の片白の山さんが霊能で出てるのは、そんなの黒だったら出ないっすよみたいなことを言ってたけど、それって黒側がそういう風に言ってくることもあるので、ここは絶対霊能ローラーが確実だと思ってます。9人村で。9人で少なくとも1人人外が釣れるっていうのは明確なので。なので、僕は、DD に入れますし、村側が、山さんが、強靭に見えるのか、DD が強靭黒に見えるのかは、それぞれの判断に任せますが、そういう意味で言うと、占い先は、そこの投票先の結果を見た上で考えたいと思っているので、明日それは話したいと思います。ところで、DD に入れます。山さん。はい、投票先は DD さんに入れます。まあ、明日 DD さんの結果は出るとは思うんですけれども、まあ、僕は強靭、まあ、人狼の可能性はありますけれども、強靭と見てるので、その結果は、僕から したら、それはもう当てにならないものなんで、まあ、必ず白が出ますとも言えないし、どっちの結果が出ても、それはまあ、分からなくて出してるものなので、まあ、うん、初日でもまあまあね、新芽を取れなかったのは申し訳ないんですけれども、本当に村の人たちは本当頑張ってください。あずし君、はい、ね、もうもう一応まだ一応あれ票入れたよね。いや、4-3、4-3。あ、そうか。もうこれね、すでに。そうか、DD だもんね。もう今、ほぼ、ね、そうそうそう。だから、DD さんの最終票だから、俺の票ってごめん、何の意味もないんだけど、でも、どっちでもいいと思ってて、で、俺、結構分かんないのが、2つの線を割らなきゃいけなくて、で、まず、SD さん言うように、コンコンさんが人狼で、DD さんが強靭説。で、その逆も言えるんですよね。SD さん人狼で、山さんが強靭説。で、もし、例えば、そうだね、例えば SD さんが、ね、人狼とかじゃなく狂人とかで、山さんが人狼だったとして、囲われて自分が死ぬ必要なかったのにわざわざ出る、ね、デメリットしかないから、そこでなんでわざわざ出たんだっていうところもあると、でも俺 DD さんが結構なんかなんとなく本物に見えちゃうんですよね。だからすぐどうしようと思って、要素がね、フラットっちゃフラットだけど、若干 DD さんを新目に見てますけどね、でどっちみちもう決定してるので、DD さんじゃなくもう僕が殺そうと、はい、もうこれは愛のある一票です。って言ったのに、ヤマさんに入れます。ヤマさん遺言どうぞ。あ、一応 DD さんの、え、僕のまだ DD さん、 DD さん最終票。あー、ごめんごめん。で、はい、DD さん、まあ特にもう結果は決まってるので言いたいことを言いたいなっていう感じなんですけど、ヤマさんに票が集中しないことで逆に僕としては良かったのかなと思ってて、まあ結局多分明日絶対いずれの結果にせよ僕は釣られると思うんですけど、まあさっき自分で、まあちょっとあんまりこれ強く押しちゃうと人狼が回避しちゃうかもしれないですけど、霊媒が僕明日黒出したらもう結局結果って一緒なんですよ、黒出し合うだけだから。でも明日僕が白を出せば山さんが強靭の可能性がかなり高いっていうのは多分理解してほしくて、なので僕の結果は、まあ、こうやって予告をしてる通り、僕が人狼サイドだったら僕が明日白を出すメリットってあんまりないんですよ実際は。
なので、まあ、それを普通に見てもらえばいいかなっていうだけで、でも結果は、山さんに決まってしまっているので、まあ、せっかくなんで、まあ、僕は違うところに、まあ、入れようかなと思ったんですけど、山さんで。まあ結局ただの振りじゃねえか。面白いな、みんな。じゃあ山さん有効お願いします。はい、まあ、先ほど言った通りです。本当にね、まあ、僕のやっぱもう出方とかなんて言うんだろう、たたずまいであったり、あとまあ DD 感はやっぱりあのうまい、まあもともとうまいので、あのね、やっぱこういう風に比べられてしまうとね、あの僕のもうまあ信じてもらえなかったっていう、本当に悔しいんですけど、いや本当に村の人たちには頑張っていただきたいので、買ってください。川柳考える時間ができてたっぷりだ。いないから村勝つから。人道川柳を考える時間が、ね、今の心境ね、釣られた時の心境。あんだけみんな勝たせるって言ってて、初日釣りされる心境に心境いますので、川柳楽しみにしてます。はい、じゃあ山さん、今日幽霊となり話すことできません。再び恐ろしい夜がやってきました。いや、ちょっと山さん、なんであそこ使用したんや、マジで。絶対生き延びれたのに。え、どういう道筋を描いて霊媒出たのかさっぱりわからん。せっかくの初日囲いがさ、初日囲いされたって相当しばらく釣られないんですよ。新一さんかもかな。浅井さんは結構いろんな可能性を追うかけど、新一さんは多分もう DD さん信用機能線でしか考えないと思うから、でワンチャン騎士に見えなくもないから、今日は新一さんをかもうかなと思いますけどね。で花さんもまだフラットで見てる感じはあるし、カンナは分からん、カンナは分からん。とりあえず俺がコンコンさんにここで占われてたらもう負け確ですね。コンコンは噛まない。ここでコンコン噛んじゃうと SG さんの新芽が下がるから、今回は噛まないです。新一さん噛む。いや、マジなんで霊媒出たんや。すぐに一人にされた。いや、これ山さん、ワンちゃん本当に負けにいってるのかな、マジで。マジで負けにいってるかもしれないぞ、これ。ジェロで、笑いそうになった、ディディさんが。俺、対抗で霊媒で出るほど愚かじゃないですよって言った時、笑いそうになった、俺。いや、俺の相方、今出たんやって思って。ちょっと勘弁してくれ、本当に。S 字釣り押して逃げ切れないか。まあそうだね、やばいじゃんこれ。俺占われたら負け確だよ。なんであそこ霊媒出たんだろう、山さん。とりあえずね、新一さん噛みます。新一さん噛む。もうこれでグッチぶっ壊されたら終わりだわ。騎士と、騎士が使用して、あ、もう終わりだわこれ。まあ頑張るわ。ラストウルフ頑張るわ。頑張れ、頑張れ。もうせっかく久々の人狼なのにさ、もうじゃあみんな行ってくるよ。はい、ただいま。恐ろしい夜が明け、朝がやってきました。皆さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。山さんがいないだけ、はい、山さんいないね。うん、ちゃってるか、うん、ですね。はい、じゃあ本日の川柳考えてるか。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、川柳考えてました。はいはい、楽しみだ、川柳。本日の犠牲者はいらっしゃいません。おぉ、すごいすごい、すごい。あ、もう勝ったんじゃないですか。勝ったね。でかいよ。相当でかいよ。予言とりあえず占いからいきましょうか。占い結果を。占い結果をお願いします。名前を言って、これかこれでいきましょう。OK です。了解です。あ、じゃあいいですか。はい、せーの。神田。淳さん。これです、これでございます。あー、そっか、なるほどね。カンナさん。うん、カンナ。なるほどね、マジか。あ、そうだったんか。あ、もう一回お願いします。コンコンさんが俺黒、カンナ白です。エスジさんがカンナ白ね。なるほど、なるほど。エスジさんがカンナ白。霊媒は、あ、霊媒黒だったんで。あ、じゃあもうアツシさんで終わり。もう、絶対に終わり。SG さんがまずこの時点で破綻しました。そうですね。まあ、それはもちろんあの確定じゃないんですけど。確定じゃない。まあ、DD さん目線は。いやいやいや。裏目線は確定じゃないんですけど、僕を信と置いてくれ。裏目線は確定じゃないって。
いやだから村目線は村人、普通の村人目線は S 字が、偽だっていう確定はしないけど、僕を死んで置いてくれる人にとっては S 字が破綻してるってこと。だからダメでしょって話ですよ。とりあえず僕目線はすごく S 字さんがもう死んだなっていうのが確信があって、コンコンさん偽の、そうなると多分 D さん、なんでカンナさん占ったんですか。僕目線で言うと、新一さん、片城でそもそも占い先ではないですけど、新一さん自体はあの白目のこと言ったし、浅井さん自体も、僕から見ると発言的にはかなり、村寄りの発言をずっと、あの例のローラーの提案も含めてしていた。これでももう順番につったら勝ち確じゃない？いや、そうですね。そう。DD さんが主人だったらそうなるけど、別に。そうそういや、じゃなくても、いや、ちゃ。ボディーガード。出ていい？なんか縄が一応あるから、アズさんつってもいいじゃないですか。いや、ボディが出て、うん、俺もそう思うんだよね。ボディが出て、ぶっちゃぶちゃ今日言ってもらえれば。俺がボディガードで新築守ったんで、他がボディガードいますか？うんうん。あ、ここいないよね。だから、確定だね。そう、俺確定で新築も市民で、さすがに巨人、予言からやっぱりどっちか出てるだろうから、新築ただの市民なんで、うん、だからその、うん、コンコンさん、S字さんの中に一陣がいい、DD さん、山さんの中に一陣がいい、アツイさん、ハナさん、カンナちゃんの中に一陣がいで、しかもいろいろ出てるから、本当にとりあえずあ申し訳ないけど、浅井さん目線は、うん、自分が偽物の可能性もあるってことですか？じゃあ全然ありますよ、浅井さん目線も。いや、コンコンさんなんでそれを浅井さんに聞いて、浅井さんはある、ゼロではなくない？だからその時は DD さんも偽物、だから最悪のパターンだよね。コンコンさん偽、DD さん偽であれば、あり、破綻はしてない。DD さんが死んであれば、当然その山さんが黒なんだから、山さん白出してた越次さんが偽物になるけど、越次さんが死ん占いで、DD さんが、まあ、巨人が人外で黒の結果出してれば、別に越次さんの死んってありえて、でしかも、ただでも DD さんが死んで、コンコン、とりあえず淳君を釣って終わらなければ、コンコンさん。のどっちから全然いいっすよ、全然いいっすよ。ね、縄が足りるから、うん、全然いいっすよ。で終わってコンコンさんがでその間にまた占いも聞けるわけでしょ。うん、だからこれで俺で釣られて白終わんなかったら、いや白だったらコンコンさんが、そう、 DD さんとコンコンさんをローラーしてくれればいいかなと思います。そう、はい、だから DD さんは夜守られるから、うん、まあ本物かわかんないけど、とりあえず生き残って、うん、だから、ちょっと裏、守る、DD 守る必要なくね？DD さん守る必要ないでしょ。いや、あるでしょ。あるでしょ、普通に。だって、村目線は DD さんが本物かわしてもらったことある。明日続いたら、でもおかしいですよ。DD さん目線は、コンコンさんが本物ってことは、黒1個見てて、で、俺釣るんだったら明日来ない。ことになるはずですよ。いや、来ないというか、来ないとかじゃなくて、俺が偽だ、偽っていうか人狼だった場合の市民目線から見て意味があるかどうかって話をして。いや、市民目線から見て、市民目線から見て、DD 守る意味はないでしょ。いや、俺が、カンナさんとハナさんする。まあまあ、俺が。カンナさんとハナさんどう思います？喋ってないから。私もう、なんか淳が黒を出されてるけど、そこで本当に釣っていいのかが全然なんか信用。待って、二神狼で、あ、そっか、これで俺が村だったら半 PP ってことか。じゃないんなら、はなちゃんとカンナちゃんのどっちかに一郎になる。半 PP ってことだ、これ。花さん、じゃあとりあえず DD さんから行って、じゃあ、うん、コンコンさんと S 字さんに、じゃあコンコンさんにカンナちゃん占って。ってもらって、S字さんに花さん占ってもらうか、とりあえずその、うん、予言はあれよね。あ、ちょっといいですか。ちょっと時間がないから、僕釣りは全然いいんですけど、意見だけ落としていいですか。はいはいはい。はい、とりあえず、占い結果からして、S 字が偽であるっていうことが僕の中では出てます。うんうん、僕を新芽として見てくれる人は、翌日もし占いローラーみたいな話になったら S 字から言ってくれって話をしようと思ってたんですけど、結果僕目線から見た時の真のコンコンさんが結局アツシさんに黒出してるので、まあ明日は確実にアツシさんを言ってもらえれば占いの真偽が市民目線からつくと思うので、明日は絶対アツシさん言ってください。
急ぐなら今日です。絶対今日アツシさん行きます。絶対今日アツシさん、もうそれで終わりだから。それ終わんなかったら役職のやつを釣ればいいんじゃないかな。あ、時間ですか。じゃあアツシ君。はい、僕はまあもう無条件でコンコンさんですね。人外が確定してるんで。以上ですか。はい、 DD さん。え、僕、うん、あ、僕、僕はもう松井さんです。あ、コンコンさん、あれか、山さんの次から続いて投票か。最後が SG さんになるのか。次自分ですね。はい、順番的に、自分、浅井さん、環奈さん、新一さん、花さん、SG さんになるわけだから、花さん、花さんに、花さんと新一さんに言います。最後、SG さんになるから、決選投票になるべくしないでほしい。決め打つんだったら、もう、まあ、DG さんでもいいけど、淳さんを、あ、自分は投票アツシさんに入れます。で、アツシさん釣って終わんなかったら、まあ DD さんでもいいし、その占いから言ってもいいとは思う。絶対にそう思う。だって、この日で終わるから。DD さんが本物だったら。DD さん偽物だったら、俺は一人見つけてるから、DD さん黒だの可能性もあるし、まあ、DD さん黒だったら、あ、黒か、強靭だったら S ちゃん黒になるから、絶対ローラーで終わる。うん、だから、アツシさん釣って絶対終わる。で、なんで淳さんを占ったかっていうのは、淳さん占うか浅井さん占うかめっちゃ迷ったんですよ。あそこって山さん確定の盤面で、人狼側は、身内切りをする盤面だった、まあ、山さんが、人狼だった場合味方知ってるから。だから山さんに入れてる人の方が怪しかった。だ、花さんとかは、なんとなくずらしてもいいのかなっていうのは結構白目に見えてる。だから絶対同じ山さんに重ねた人の方が人狼サイドだと思って、淳さん占ったら、まあ、決定票だったから淳さん占ったら淳さん黒でした。絶対淳さんお願いします。以上です。お願いします。最高の状態ってのが DD さんもコンコンさんも本物って可能性が最高で、そしたらそれで淳くんを釣って終わって、俺コンコンさんの方が本物ぽいかなと思ってんだけど、今一番最悪なのが DD さんも偽物、コンコンさんも偽物ってなって淳くんを釣ってしまうと、その次も相当やばいから。でしかもコンコンさんが淳くん黒出してるけど、淳くん釣って終わんなくっても次に考えることが2つあって、それはコンコンさんが嘘ついてるのか DD さんが嘘ついてるのか結局わからない。的にはやっぱ SG さんとコンコンさんどっちが本物なのかは見極めないと勝てない。なんか淳くんで終わる可能性も全然あるけど、とりあえず DD さんに言っとけば次の日負けることはないかなっていう、 DD さんに行くべきじゃないかなって俺は思います。カンナさん。はい、私も浅井さんとほぼ一緒なんですけど、その最悪の状況を考えて DD さんとかも新面に見てますが、偽物だった時が本当にまずいので、確実にローラーしに行った方がいいんではないかっていうのが一番強く残っててですね、安定で行った方がいいなってすごい思ってるので、すいません DD さんに入れます。新一さん。はい、僕も意見が一緒なんですけど、まあ、浅井さん環奈さんということかぶっちゃうんですけど、僕も一応、まあ、怪しいところはもう見えてきてるんですけど、ただ村目線、その DD さんがちょっと黒だった場合を警戒するんであれば、まあ、DD さん今日釣りで考えてます。まあ、多分村っぽいですけど、うんうん、そこをちょっと最悪考えた場合なので、今日はもともと決めてたより霊媒師ローラーでいいかなと思うんで、リリーさんに1票です。花さん。はい、うん、私も一番最初に決めていた
ローラーで DD さんかなとは思うんだけれども、ちょっと、DD さん、コンコンさんを信じたいという気持ちがあって、ちょっと待って、アツシさん2だよね、DD さんが3。あれ、2を2ってやってたの2だよね。やかましい。でも、私がアツシさんに入れたとしても、SG さんは絶対 DD さんに、いや、コンコンさんに入れる？もう1個増やしてやれよ、もう1個あれ。どうしよう、わかんない。ちょっと待ってくださいね。頑張れ、花ちゃん。どっちか、誰か。どうしよう、コンコンさん。自分で考えないと。いや、喋れないです。そうよね、分かってるの。思う通りに。アツシさん、はい、じゃあ SG さん、僕もさ、投票先は DD です。それは昨日の夜にも言ったことで、正直霊能ローラーでどちらか片方を真に置くっていう風な仮説を立てることって一番村の目線でやっちゃいけないことだと思っているし、まして今浅井さんが真一さんを守ってグッジョブが出ている、白でそれに対して対抗も出ていないということは、この2人は明確に白角なんですよ。だから今日は浅井さん噛まれちゃう可能性は高いですけど、それでも白角の新さんが残った段階で霊能ローラーしたって、明日は別に明日も明後日も縄的には足りる状態なんですよね。でその状態で、正直なところ、今焦って淳さんに投票してる人間の方が僕からすると明らかに、村目線はないし、ここで焦るところでは全くないので、正直なところ、DD に、淳さんに今入れている人、淳さんはなんで DD に入れなかったのかなっていうのがすごい不思議なんですけど、コンコンさんに入れたっていうのは。もう次でだいぶ色が見えるので、なんですけど、そういう意味で言うと、淳さんに入れた、花さんと、DD だっけかな、わかんないですけど、アテさんに入れた人のことは明確に疑ってみます。なので、DD に入れます。はい、じゃあ DD さん、遺言どうぞ。はい、もう逆パッションになっちゃうんですけど、まあ、ぶっちゃけ、まあまあ、わかりますよ。まあ、安定というかね、その、まあ、万が一のケアをしたいという意味においては。ただ、今日、アツシさんを、釣っておけば、明日結局、コンコンさんが続いた場合に、コンコンさんと僕が破綻するんですよ、結果論として。まあコンコンさんは厳密には全部が全部破綻するわけじゃないけど、まあ僕とコンコンさんの心身っていう、ラインっていうのかな、まあ、心身っていう事実だけは破綻するんですよ。で、もうただ普通に長引いただけなので、まあ淳さんのリアクション見てても分かったと思うんですけど、もう終わりたい気満々というか、もう勝負ついてるなっていうのは見えたと思うので、もう明日普通に淳さんを釣っていただいて、ゲームも早く終わった方がいいと思います。もう9割9分もう勝ってるので、はい、以上です。じゃあ TG さんはご幽霊となり話すことができません。では再び恐ろしい夜がやってきます。これもね、勝ち筋ないんですよ。はあ。浅井さん噛んで、新一さんはもう確定でしょ、村でしょ。で、カンナ、そうね。はあ。どうやったら勝てんだ、こっから。いや、マジか、俺つんねえか。いや、今更騎士って言えないもんね。今から使用できるものはない。かといって、俺が
ここの PP も起きないからね。ただ、DD さんが強靭と仮説を立てて、2浪残ってたら、いや、ダメだな。あの、浅井とかいうおじさんでお願いします。これもう勝てねえじゃん、マジで。どうすんだよ。いや、本当にあつしくん、健吾さん似てるよね。似てねえよ。やめて。めっちゃそっくり。どこが似てないよ。どこが？あれ、唇がとにかくそっくりなのよ。唇？うん。唇以外似てないし、別に。でも目もちょっと似てない？似てないよ。あいつだって、一重とかじゃない？奥二重だっけ？うんうんうん、二重、二重だよ、二重。二重じゃないよ、あれ。ゴリラ、ただのゴリラ。やめて。もう私から見たらそっくりだ、ほんと笑いもう。はい、じゃあね。はいよ。行ってくるぜ。はい、おはようございます。おはようございます。はい、いいかな、振り切ってないけど、あ、来た。はい、じゃあ本日の犠牲者は浅井さんです。はいはい、はい、じゃあ議論時間5分スタート。4分でいい、ダメ、5分。いいよ、4分でも。まあ、4分でも、5分でも。はい。村のみんなに言いたいのが、はい、DD さんのケア。いや、まあ、結果。あ、そうだ、ね、結果でしょ、うん、占いから。せーので、せーので、さっきと同じですか、はい、はい。そうですね。はい。せーの。花さん。花さん。花さん来るね。ん、はい。すずさんが。わかりました。花さん。カンナさん白、コンコンさんがカンナさん白で、エイシさんが白角、あ、シンさんいた、カンナさん、シンイチさんが白角、白角、うん、これちょっとみんなに伝えておきたいのが、 DD さんが強靭だとして、もう色見れないからわかんないんですけど、でこれ今もし二郎残っていた場合は今日僕つったら終わりですよ。つまり、うん、コンコンさんと、うん、コンコンさんと誰かが人狼で、で僕が村で僕が釣られた場合はもう終わりですよ。アツシさんを釣りましょう。なんで？誰の声？誰の声？あ、花さん。花です。あ、花、うん、私白なので、市民なんで、S字さんの今回の黒っていう占い結果は間違っています。いや、全く同じことが言えて、俺も白なのにコンコンさんに黒出されてるんですよ。それは、で、俺目線も花さん黒ですよ。意味ない。そう。それは意味ない。だから俺と花さんは 100% 今日入れ合います。あ、だからカンナと新一さんが。はい、あ、どうぞ。はい、いいですか、いいですか、いいですか。お互いが黒出ししてますよね。花さんとアセシさんに対して黒出ししてますよね。うん、で、だから、うん、もうローラーで終わりますよね。多分。うんうんうん、そう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 、うん、ただただただ今それコンコンさん言ったけど、それちょっとだけ違うのは、僕ヤマさん白出ししてるし、でヤマさんと DD がこれ、それアツさんも今言ったけど、ヤマさんと DD がいや、僕から見てコンコンさんが狼だったら逆に終了なんですよ、狼側の勝ちなんです。うんうん、花さんを、僕はアツシさん先に釣られたったら、コンコンさんが狼だった場合、もう一狼が。だから、花さん、花さん。あ、じゃあ花さん先釣りましょう。あ、じゃあ釣られたら OK ですよ。いや、ダメか。それだと PP か。いや、PP じゃない。だから PP じゃないんですって。いや、もっと言うと、コンコンさんが狼。コンコンさん目線、だって一人狼釣れてるはずなのに、ね、明日 PP 起きないじゃないですか。え、いやいや、違う。いや、だってアテシさんとエスさんが来てもらうのか。あれ、カンナさん、カンナさん、はい、カンナさん、どう思ってます？カンナさんの意見に尊重したいです、僕は。やばいって思ってます。どう思ってます？ちょっと、しんいちさんとカンナさんが白角なので、もうお二人の基本話し合いだと思ってます。で、一言だけしんいちさんとカンナさんに聞いてほしいのは、コンコンさんは昨日の時点で強く俺を押してたのは、その理由は何かと言ったら、今日昨日俺を言ってたら、もう今日今 PP できてたんですよ。う
そうそうそう。でも本当安定進行だったら絶対に S 字さんの言う通りあのローラーしなきゃいけないんですけど、 S 字さんでも最初からそれローラーするべきって言ってた村目線の話をしてた。でもコンコンさん、あつ、うん、さんもう一回言わせてもらっていいですか。コンコンさんはなんで、山さんが、DD の、霊能の2人のところに対して、その2人のうちの片方が狂人を追わないのかなんですよ。コンコンさんずっとピー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 って言ってますけど、コンコンさん狼だから、狼だったら狼、じゃじゃじゃ別に一緒なんですよ。狂人でも、だから S 字さんが狂人でも人狼でも一緒なんですよ。どっちでしろ PP なんですよ、次の日。いや、じゃ PP じゃなくて、狼だったら、花さん釣った段階で騎士もいないから、狼は、片方噛んだら、狼、二郎だったら、それで終了なんですよ。PP どころか。あ、そうか。で、僕目線やるのは、それがおかしいんですよ。僕目線はもう本当、コンコンさん、花さんの二郎で確定なんですね。だから、もう俺、うん行きたいんだったら行ったらマジでもう村が負けなんですよ本当に。2人に言いたいのが、絶対アツシさんから行くべき、うん、私アツシさんとアツシさんとヤマさんが人狼だと思ってるんですね。でおいこあれもう時間終わっちゃった。時間終わっちゃった。時間になるのが遅かった。うわーわかんねー。投票絶対にアツシさんです。さっき S 字さんが説明したのって、もし、自分はアツシさん絶対に見つけてるから、もし S 字さんが、人狼だった場合めっちゃ見えてるんですよ、その人狼側の意見が。わかります？だってもし人狼だったら、ヤマさんがもし狂人で DD さんは本物だったら、あ、それはないか。ヤマさんが絶対、あ、DD さんが本物だったらヤマさん絶対、人狼か。人狼なんで、でも絶対にアツさんに。なんでかって言って、本当は前の日で行ってほしいんですよ。行ってほしかった。そうすれば安定で行けたん、行けたっていうか、何？もう終わってた。もう終わってるのが分かりきってるのに行かないのは絶対ない、村としては。だって結構この盤面で今二分一の盤面なんですよ。花さん、自分信じるか S 字さん信じるかの二分一の、結構新一さんと神奈さんにはどっち信じればいいのみたいな感じなんですよ。でも前の日にアセスさん言ってれば、自分と DD さんがもしそれで終わんなかったら、偽物っていうことが分かる段階で、まあでも最近、まあでも結局最後 S 字さんが会話、反論するからな。だからもう結構今きつい状況だと思いません？新一さんとカノさん目線、結構きついと思うんだよね。だから前回でもう決めておけば、もし俺が偽物だった場合結構有利なんですよ、 S 字さん的にも。もう偽物って透けるから。だから前回アツさんに絶対言ってほしかった。うん、それかな。でも絶対本当に信じてほしい。マジで勝ち確なんで。以上です。あ、あ、先生でいいや。カンナさん。まあどうしよう。いやー勝ち確とは言ってくださったですが、ちょっとああ、わからんな。これで間違ったらどうしよう。間違ってもいいよ。誰が言ってくれたの？もういいよ。しんいちさんが言ったの。間違ってもいいよ。間違いたくねえ。めっちゃわかるんだけど。
あ、どうしよう。わかんない。終わり？待って、終わりなのか。待て、待て。いやちょ、ちょ、ちょっとごめんなさい。ちょっと2番目でよかったなってちょっと思ってしまいましたが、これ、ここも残したら危ないかなっていうので。どうしよう。もう間違った。花さんに入れます。え、なんだって？はい。ごめんなさい。理由は？理由は、アツシと花さん人狼の可能性が半々で私の中には見えててあるので揃えました。はい。はい、じゃあ新さん。じゃあ花さんなのかな。あーそっか。そうですね。もう僕もちょっともう分かんなくなっちゃったんで、まあ、神奈さんと同じ意見にしようかな、裏として。うん。花さんにします。理由はいいですか？はい、理由はいいです。もうこうなっちゃったんで、はい、うん。はい。はい。もう、ごめんね、コンコンさん。なんか私がもっと賢くて理論立てて、いやこうだからこうなんだよって言えたらよかったんですけど、もう私現状、私目線で現状を追うのがいっぱいいっぱいで、もうプレイヤーより、あ、今花さんか。そうです、花です。ごめんなさいごめんなさい、喋っちゃダメ合図出したけど今花さんの番だった。なんでもうなんかプレイヤーよりゲームマスターの方が気が楽でいいなってめっちゃ思ってます。で私目線だともう淳さんが人狼、SG さん狂人だと思ってるんですね。で、山さんも人狼、DD さんが黒って言ってたから、まあ、俺は私がただの市民だから、こういう考え方ができるっていうだけなんですけど、なので、淳さん、ごめん、コンコンさん、私が賢くなくて。以上です。 S 字さん、僕はもう花さんです。占い結果から以上です。で、一応言っておくと、明日続いたとしたら僕は明確にコンコンさんが黒です。あの山さんと DD が強のどっちかが強人だったって話なので、もう以上です。あつしくん、はい、DD、コンコンさんは早い段階で僕に黒出ししてきた。あれ狂人じゃできないんですよ、誤爆が怖いから。だから人狼なんですね。で、花さん人狼でも、SG さんとコンコンさんの占い精査を新一さんとカンナは考えればいいんですよ。どっちが村りのあることを言っていたか、絶対に村だったらみんな目線の話をした占い師を信じてほしい。みんな目線絶対安定進行が良かったのに、とにかく昨日の時点で俺が釣られてたらもう今日半ピピって負けてたけど、今日はそれ起きなかった。そこをね、ちゃんと SG さんとコンコンさんを見極めてほしいっていうのを新地さんとカンナさんに言っておきます。僕はもちろん花さんに入れます。黒だと知っているので花さんに投票します。以上だっけ？以上です。以上です。以上だよね。はい、はい、じゃあ花さん融合どうぞ。次のゲームからゲームマスターに戻してください。おいこさん変わってください。コンコンさん、いやいやいや本当にごめんなさい。もうちょっと私が賢くいろいろ言えたら、もうあついさんとおすしさんでもう残って、明日もうしんじさんとかんのさんもう、はい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 。はい、じゃあ花さんは一幽霊となり話すことはできません。再び恐ろしい夜がやってきます。マジいけるかもこれ。ごめんね、さっき繊維喪失して。すげえな、よくあそこで俺釣らなかったね。すごいな。 PP って言ってるけど半 PP になるから別にまだ、まあまあ半 PP って言っても不利な条件だけど、これでだからもう新一さんを噛んで、いやどっち残そうかな。どっちが噛んなっていつも俺に入れてくるからな。新一さんの方が丸め込めるか。噛んなかもか。いや、S字さん、あれだ、すごいわ。いや、じゃんけん、ここでカミングアウトして PP したら、
じゃんけんになっちゃうからそんなことしない、普通に勝つこのまま。そうだね、ごめんみんな、俺弱気になってたよ。いけるかもしれない、 S 字で謝る。勝ったら謝らなくていいでしょ、ちゃんと俺パッション出したじゃんちゃんと。どうしよっかな、かん、どうしよっかな、かんなかしんいちさんか、どっちが俺の味方かな。カンナ多分俺のこと見破るんで、カンナ噛んでください。カンナは多分最後に俺のこと見破ると思う、あいつは。俺のことをしっかり見てきたから絶対俺カンナに呼ばれると思うから、新一さんを残します。カンナ噛みます。はい、じゃあ立ちます。頑張って、ラテ好き、じゃあ俺マジ頑張る、こっから PPI 起こさない、これ。ただいま。ただいま。すべて分かった、はい、そういうことか。はい、はい、では恐ろしい夜が明け、朝がやってきました。ちょ、天国ルームが盛り上がってるのかな、またえ、そうなの。ああ、帰ってこないってことは、そういうことか。そう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 、そういうことか。そうか、そうか。はい、はい、じゃあいいかな、戻ってきたね。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。私、新一さん、はい、なんかめっちゃいるな。本日の犠牲者は神田さんです。ご幽霊となり話すことはできません。じゃあ3分でいいですか。はいはいはい、はい、じゃあスタート。一応占い結果聞いときましょうか。一応、はい、意味ないけど、はい、どうぞ。まあ意味ないですね。そうですね、 SG さんが白で、新一さん、もし僕が人狼で S 字さんが狂人だった場合、ここでパワープレイが起きてるんですよ。あ、そうですよね。そう、うん、で、言っときます、パワープレイ起こしません、起きないんです、うん、つまりどうなるかというと、多分新一さん目線もこれで見えたと思います。コンコンさんですよね。そういうことですね。はい、正解です。いいと思います。はい、はい、そう、ちょっと最初からちょっと占い師の新目どっちだろうってずっと追ってて、で S 字さんとそのなんだっけ、山さんのラインがちょっと見えたところからずっと怪しいイメージがついちゃってて、それがちょっと取り切れなかった自分がいたっていうのが、ちょっと今回ぐちゃぐちゃになっちゃった原因でした。山さんのライン、あ、そうですそうです。そこら辺がちょっと、要は白出しって、まあランダム白なんですけど、 S 字さんが狼だったのかなってちょっと思っちゃったところからスタート入っちゃった。そうですね、そこがちょっと悪かったな。まあまあでも全然今となって、で僕があそこでラストウルフの人狼だったら、はい、あまりにも生存欲なさすぎと思いませんか。僕が死んでも、うん、僕全然つっていいよぐらいで言ってましたから。そう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 、そう、でもよく考えたら半 PP になるから嫌だったなと後気づいたけど、つ、うん、っていいよって言ってなかったと思うけど、え、俺言いましたよ、つっていいよって。でもアツさん釣られそうでしたもんね。全然釣られそうでした。でも全然 うん、いいよって、うん、俺の後なんか明日2個前、そうそうそう、黒出された日、うん、そうそうですよね。そうそうそう、だからあの日は僕はそうだから DD さん一回、うん、だから新一さんが安定進行をしっかりと取ったっていうのが勝因、ね、あ、でもいや全然間違ってないですよ。あそこは絶対安定進行で DD さん、新一さん、はい、何でしょうか。あれ、まあ、コンコンさん固まってる。あれ、コンコンさん、ここでコンコンさん、コンコンさんですか、ね、しかも固まっちゃいけないタイミングのところで固まってるから真似しよう、今表情が、すいません、何も聞こえなかったです。今固まってた、あ、コンコンさん今画面がフリーズしてました、うん、シェリーさん、はい、今アイコか負けしかないんですよ、はい、アイコか負け、はいはい、ああ、そうなんですね。うん、アイコか負け、うん、アイコか負け。いや、シーさんもね、大丈夫、分かってるはず。厚木さんと S 字さんは俺に入れるから、うんうんうん、シーさんは俺に入れるか、厚木さんに入れるかの二択なんですよ。うん、だアイコか負けしかならない。だもう負け、だもう負け確だと思う。うん、だえ、もう新一さんと神田さん、本当に。ちょっといや、俺らが人狼陣営だったらもう PP 起こしてます、今ここで。いや、大丈夫です、うん。はい、もう負けです。はい、さっきのターンでいかなかったんで、もう負けです。はい、では投票。はい、誰からだ、
S字さんからか。あ、はい、僕はもう、すべて結果で、コンコンさんです。以上です。僕もコンコンさん一択です。コンコンさん。アツシさん。これって今3人目ですか？そうですね、新一さんが残ってますね。前回じゃなくて前々回でもう決着をつけるべき、完全に。新一さんとカンナさんに説明します。DD さんとヤマさんって絶対 DD さんの方が真に見えたでしょ、どう考えても。で、そうなった時に、ヤマさんって絶対黒なんですよ。だからヤマさんと、DD さん本物だった時に。あれ？コンコさん？あ、ちょっと。フワークが。もうこの流れだったらもう僕コンコンさん入れるしかないんで。あ、こんなに苦しくなってしますか。でいいのかな。ああ、今ココさん、コンコンさんが多分気づいてない。コンコンさん今ずっと画面固まってました。あ、固まってた。あれ、説明し、あ、まあいいや、説明してたけど、まあいいや。はい。コンコンさんしかないのかな、村目線で判断した結果からすると。はい、遺言どうぞ。いや、もう負けです。はい、大丈夫です。はい。じゃあコンコンさんは一個幽霊まで話すことができません。再び恐ろしい夜がやってきませんでいいのかな、これ。まあ本来は来ますですね。まあでも、あれがいい。まあ来るけど、まあいいかな。弟子がいないから。はい、でも、はい、明確に思うのは、ヤマさんと DD、どっちがどっちかは、いまだに僕は分かってないので、僕がヤマさんを勝たせたのか勝たせてないのかは、すごい今、気にしてるんですよ。じゃあ、答え合わせしますか？はい、僕は分かってないです、まだ。どっちが。新一さん、負けだよ。答え合わせしますか。嘘。僕はどっちが。めっちゃ、ちょっと待って。マジで言わせて。マジで言わせて。DD さん、DD さんに喋らせて。ダメ出しはちょっと。ちょっと待って、DD さんに喋らせて。ま、マジで言わせて。あの、ちょっと1個言っていいですか。はい、ちょっとね、あの元からの知り合いじゃないので、あんま強く言うとあれなんですけど、いやー、それは、僕、だってあの今年1切れてます。今年1切れてます。あのね、あの場面から負けるってないですよ。ないないない。絶対にない。正直、いや、僕は、ちょっと理由を説明する。まだ分かってない人がいるから、答え合わせしてからのがいいかもしれない。もしかしたら。答え合わせはしてから。まだ分かってない人がいる。僕に時間をください、マジで。ちょっと、大阪に繰り返ってるんで。いや、DD さん、俺分かるよ。DD さん、俺分かるよ。バイバイ。じゃあ、答え合わせ、あ、か、あの、おいこお願いします。はい、じゃあ、人狼誰だ。山さんとでも有言実行だからね。山さん。山田敦史くんが山さんを勝たせた。山さん山さん山山敦史山敦史です。はいそうです。ほぼ S 字さんの手柄。やっと山さん。いやそうなの S 字さんやばい。S 字さん。はい。巨人だあれだ。巨人だ。僕だよね。これはすごいよ。すごいファッションだよね。すごいね。じゃあ占い師だあれだ。そうですね。ごめんなさい。負けたね。負けたね。霊媒師だ、あれだ。はいはい。霊媒が。霊媒師。じゃあもう目がいつもより座ってる。医師だ、あれだ。はい、森がです。だから勝ったと思ったんだけどね。最悪。あ、いいですか？終わりました？ちょっと DD さんに喋ってもらいましょう。DD 解説をちょっと皆さん、もう一個しか言うことないです。もう新一さんとカンナさんがあの先般でしかない。これは明言します。で、私じゃないかもしれないので、ちょっと強く言いたいけど、2日目黒と3日目黒の価値は全然違うんですよ。全然違うので、2日目に黒を出して、そこを確かめる機会があったにもかかわらず、安定で行きたいから僕を釣りましたよね。で、僕が釣られるのはいいけど、時間が長引くだけだから、とにかく翌日、アツシさんに言ってくださいねって強く言ったことを完全に忘れてることに僕は腹が立っています。もう一つは、もう一つ、アツシさんのあのリアクションはもう諦めたくないので、これをこのズームの動画でやってて全く見てないことに僕は決まってます。これ見てましたから、でもあの時点で流れが決まってるにもかかわらず、完全に逆はあるんじゃないかっていう考え方をしたら、あと新一さんは神田さんに完全に流れを乗せてたんで、自分で考えてください。わかりました。自分の位置に見えるもんね。いやいや、それはだから条件の話で、ごめんなさい。僕の霊媒の神明と、もう反省してるから出てきた。もう反省してるから大丈夫。カンナちゃんが泣いちゃうよ。でも爆発前に言ってしょうがないね。ココさんどうぞ。でも
山さんが勝ったからいい。そうよ、そうよ。ごめん、ごめん。あの僕、巨人目線で、うん、もう最初初日もう完全山さん、味方陣営しか見えなくて、うん、初日囲ったのになんで芸能出たの？それよ、それよ、それよ。俺と安井さん、それが理解できない。俺ね、ごめん、コメントでもめっちゃ書いちゃったけど、山さんなんで出たんや、レバイでって。絶対それなかったの。ね、そうなんだ、俺がバカなの。コメント来てたよ。山はマジでわざと負け落としてるっていうコメントが来てました。